こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおじさんに見えるファッションベスト5というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、現在30代後半なわけなんですが、結構絶妙な年齢で、めちゃくちゃ若いわけでもないし、かといってすごいおじさんというわけではなくて、狭間の世代だと思うんですね。結構動画を見ていただいている方は30代後半から40代の方が多いわけなんですが、この世代というのはですね、人によって若々しく見える人もいれば、もうとっくにおじさんっぽく見える人もいるわけで、このあたりは自分自身のファッションだとか見た目をどう管理しているかで大きく分かれるのかなというふうに思っています。まあ、できればですね、若々しく見せたいという思いは誰にでもあると思うんですね。とは言っても変に若作りするわけではなくて、年相応の着こなしだとか自分の見せ方ができたらですね、僕ら世代でも若々しく見せることができるかなと思うので、今回はですね、こういったところは気をつけた方がいいですよというところを具体的に5つご紹介しながらですね、なるべく若々しく見せるためのポイントをですね、皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主にですね、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。最近はですね、ちょこちょこ YouTube ライブなんかをしながら皆さんからのご質問にお答えをするようにしてますので、まあ興味がある方はですね、動画の下の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで早速ですね、おじさんに見えるファッションの特徴一つ目から解説をしたいなと思うんですが、これはですね、服が古い、ベーシックなスタイルが更新されてないというものなんですね。これはですね、結構多いんですが、僕ら世代っていうのは自分の中の定番アイテムというものが決まっていて、それをですね、ずっと着続けるわけなんですね。で、誰もがですね、学生時代ってファッションはそれなりに関心があるんですが、社会人になるとやっぱりお仕事も忙しいですし、家庭も持つとですね、そこに時間が取られてしまうので、なかなかファッションの流行というところをチェックする時間はないかなと思うんですね。その結果、20代後半からファッションが止まってしまっていて、そこからですね、スタイルが更新されてない方が結構多いんですね。まあ、それもですね、30代前半まではなんとか乗り越えることができるんですが、まあ、30代中盤から後半、特に40代以降になると、やっぱり自分自身の見た目も変わってくるわけですし、あとは流行の変化というものもあって、なかなかですね、難しくなってくるんですね。特に僕らが20代だった頃というのは、タイトなスタイル一辺倒でしたし、使ってるブランドだとかお店というものもですね、今とはまたちょっと違ってきてるかなと思うんですね。ですので、20代の頃と着る服のテイストが変わってないというのは、結構危ないポイントかなというふうに思っています。そして覚えておいていただきたいのは、どんなにベーシックなアイテムでも、やっぱりですね、時代の変化とともに少しずつですね、変わり続けているというところなんですね。例えば、シンプルなブルージーンズですとか、チノパンですとか、こういったベーシックなアイテムをですね、好む男性って多いかなと思うんですが、こういったアイテムもですね、やっぱり変化してるんですね。どういうところに違いが出るかというと、まずはシルエットですね。サイズ感とかが変わってくるので、このあたりはですね、どんなにベーシックなものであっても、3、4年ぐらいでやっぱり入れ替えた方が、僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ日本で売られてる服って結構よくできてるので、着ようと思えば5年でも8年でも着れてしまうんですね。ですので僕ら世代が20代後半に買ったものを今でも着てる方もいらっしゃったりするんですけども、それはですね、なかなか NG になりやすいかなと思うので、まあ、定番的なアイテムであっても3、4年ぐらいを一つの目安として入れ替えるということ、ここをですね、意識していただいた方がいいかなと思っています。まあ、バリバリにですね、トレンド感を入れ込む必要はないんですが、ベーシックなアイテムであっても入れ替えるということ、そして着こなしの中に一点だけでもいいので、ちょっとトレンド感の溢れるですね、シャツアウターを取り入れてみるだとか、あとは少しゆったりめのシルエットのボトムスを取り入れてみるだとか、こういった定期的なファッションの見直しというのはめちゃくちゃ重要かなと思うので、まずは皆さんにはですね、クローゼットを開けて5年以上前の服がたくさんないかどうか、ここを確認していただければなと思っています。さすがに5年切れば服の一つの消費期限としては十分に元は取れてるかなと思うので、そこを契機に新しいものに入れ替えるだけでも古臭いスタイルには見えづらいかなと思いますので、ぜひこのポイントも理解をしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、これはですね、全身カジュアルすぎるという項目なんですね。これがめちゃくちゃ多いんですね。
まあ、先ほどもちょっと触れた通り、僕ら大人世代というのは20代後半でファッションが止まっている場合が少なくないんですね。その結果、カジュアルなアイテムを今でもたくさん好んで着る方が少なくないんですね。例えばベージュのチノパンだとか、ブルージーンズだとか、あとはネルシャツだとか、パーカーだとか、スニーカーだとか、まあ、こういったアイテム、単品で見ると決して悪いわけじゃないんですよ。ただ、こういったカジュアルなアイテムだけで全身をコーディネートすると、どうしても着こなし全体が子供っぽく見えてしまうんですね。自分自身はとっくに大人の男性なのに、着こなしだけがカジュアルすぎる。そうするとこのギャップがですね、すごく違和感に感じられてしまうので、ここは気をつけた方がいいかなと思っています。よく僕の動画の中でも、メンズファッションはカジュアルと綺麗めのバランスを整えることが大切ということをですね、お話ししているかなと思うんですが、先ほど挙げたようなアイテムはカジュアルなものなんですが、その他に僕が今着ているようなジャケットであったりだとか、襟付きのシャツであったりだとか、やや綺麗めの丸首のニットだとか、あとはスマートアンクルパンツのようなスラックス系だとか、あとはスニーカーでもブランドのロゴが入ったものではなくて、レザースニーカーのようなものだとか、こういったものを着こなしの中に混ぜ込んであげることで、カジュアルと綺麗めのバランスが取れますし、僕ら大人世代には似合いやすいかなと思うので、全身がカジュアル方向に行かないように、ここはですね、注意をしていただきたいなというふうに思っています。ですので、休日に着替えて外に行く前に、鏡の前に立って、全身の中に綺麗めなアイテムが少なくとも1、2点でも含まれているかどうか、ここを確認していただくと、結構バランスのいい着こなしというところが実現しやすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはですね、色だとか柄を多用するということなんですね。結構ですね、大人の男性を見てみると、チェック柄のシャツを好んで着てみたりだとか、あとは色合いにしても赤だとか緑だとか、なんかビビッドな色を使っている方がですね、意外と少なくないんですね。まあそういったものを使った方が、なんかおしゃれっぽく見えるような気がするんですけども、どうしても色の数が増えたりだとか、柄の数が増えたりすると、子供っぽく見えたりだとか、全身のバランスがすごく取りづらくなるんですね。こういった色だとか柄を多用するというのは正直ですね、おしゃれが苦手な人がやるべきことではなくて、むしろ上級者の方がするべきことなので、色の数はなるべくですね、3色以内に抑えるだとか、あとは柄物はなるべく使わないで、できれば無地を優先するということ、ここはですね、徹底した方がバランスが取りやすいかなと思っています。まあよくやりがちなのがチェック柄のシャツだとか、あとはバッグですね。斜め掛けのバッグでも結構色がたくさん使われていたりだとか、柄が入っているものを持っている方が少なくないので、こういったものは手放して、なるべく単色のものでシンプルなものを買い揃えた方が僕ら世代には似合いやすいかなと思うので、こういった柄物と色にはですね、注意をした方がいいかなと思っています。こういったものでアクセントをつけようとすると、なんか若作りをしている感じに見えてしまうので、僕らが目指したいのは若作りしている無理なファッションではなくて、若々しく見える着こなしなんですね。そういったスタイルを目指すためには、なるべくシンプルなスタイルでいいかなと思うので、色は3色以内に抑えて、柄物はなるべく入れないということ、ここもですね、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、これも結構多いんですけども、サイズ感が中途半端というものなんですね。まあ、ファッションにおいてサイズ感というのはものすごく大切な項目なんですね。どんなにベーシックなアイテムであっても、おしゃれなアイテムであっても、どんなに素敵なアイテムであっても、サイズ感がいまいちだとどうもですね、素敵に見えないんですね。で、結構大人の男性でやりがちなのはサイズ感が中途半端というものなんですね。ジャストサイズでもないし、タイトでもないし、かといって今トレンドのですね、ゆったりサイズでもないような、ほんのりサイズが合ってないようなもの、こういったものを着ている男性はすごく多いんですね。これはどういった時に起きやすいのかというと、例えばボトムスのシルエットなんかがそうなんですが、チノパンですとかブルージーンズとかでも、ちょっと前のものだとですね、中途半端なサイズ感で、今の時代のサイズ感と合ってないことが多かったりするんですね。ですので定期的な服の入れ替えは大切で、今ユニクロに並んでるブルージーンズですとかチノパンを選んでもらえれば、しっかり今の時代に合ったサイズ感になっていますので、だからこそですね、定期的な入れ替えというのはすごく大切かなというふうに思っています。サイズ感に関してはやっぱりメリハリが大切で、ジャストサイズであればしっかりと体に合ったものを選ぶことが大切で、今トレンドのゆったりサイズにするのであれば、その意図がちゃんとわかるようにゆったりさというものを出した方が良くて、なんか中途半端なサイズ感だとどうしてもおじさんっぽく見えたりするので、このサイズ感というところは注意をした方がいいかなと思っています。あとはボトムスの長さですね。ここがですね、いまいちな男性はすごく多くて、
靴の上にボトムスがたっぷり乗っかってしまっているような中途半端な丈の長さというのはすごくおじさんっぽく見えてしまうので、なるべくですね、靴の上にボトムスの裾が少し乗っかってたわみがちょっとだけできるようなバランス、まあハーフクッションだとか、あとはノークッションというバランスなんですが、このあたりを意識してもらうとすごくバランスがいいかなと思うので、サイズ感を意識するというところもすごく大切な項目かなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはファッションというわけではないんですが、髪型が古臭くなっているという項目、これもですね、僕ら大人世代にはありがちなんですね。まあ、僕ら世代って結構ですね、いつも通りということに安心感を覚えるようになってくるので、結構ですね、馴染みの美容室に何年も通い続ける方が少なくないかなと思うんですね。これは僕自身も同じなんですが、やっぱりですね、気心知れた美容師さんの方が居心地がいいですし、めんどくさくないのでいいかなと思うんですが、美容室であっても美容師さんであっても僕らと共に一緒に年を取っていくので、その方のセンスが気づかぬうちに古くなっていることも少なくないんですね。ですので美容師さんに任せておけば間違いないと思うのではなくて、定期的に美容室を変えてみるというのもすごく大切かなというふうに思っています。まあ、美容室といってもいろんなところにあるので、地元の美容室に通うのもいいかなと思うんですが、たまには美容室を変えてみて、僕らよりも若い世代の方に任せてみるのもですね、僕は悪くないのかなというふうに思っています。もちろんですね、40代、50代の美容師さんの中でも、スタイルをですね、常に新しく保っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、できれば30代前半だとか、30代中頃の方で、ちゃんとですね、今っぽいスタイルというものを実現できる方に相談しながら、自分のヘアスタイルというものを変えてみるということも、すごく重要かなと思うので、ぜひこの点もですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。ちなみに美容室に行く際にはなかなか口頭でお伝えするのは難しいので、ぜひですね、事前にウェブで検索をしていただきたいんですね。例えば30代ヘアスタイルだとか40代ヘアスタイルという形で検索をしてもらうと、僕ら世代でも取り入れやすいスタイルというのが結構たくさん画像で出てくるので、こういったものを持って行って美容師さんと相談してみると、割と僕ら世代にも合うようなスタイルというものが新しく見出せるかなと思うので、ぜひですね、皆さんには定期的に美容室を変えてみるだとかヘアスタイルを見直してみるというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではおじさんに見えるファッションベスト5というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、この中でどれか一つでも当てはまる項目があった方はですね、明日からぜひですね、皆さんのファッションを見直していただければなと思っています。僕ら30代、40代というのは、おっさんに見えるか、若々しく見えるか、ちょうど狭間の世代だと思ってるんですね。なるべく仕事でもプライベートでも、充実した時間を過ごすためには、ある程度自分自身の見た目というものも若々しく保った方が、得する場面は多いかなと思うので、ぜひですね、皆さんには今日お伝えした項目を頭の片隅に置きながら、自分のスタイルをアップデートしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をどんどん解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。